西宮は去年にも御所の中へお移りになるはずであったが、いろいろな障りがあって、この秋いよいよ決裁生活の第一歩をお踏み出しになることとなった。そしてもう九月からは佐賀の野の宮にお入りになるのである。それとこれと二度あるみそぎの日の支度に屋敷の人々は忙殺されているのであるが、宮須どころは頭をぼんやりとさせて寝て暮らすことが多かった。屋敷の男女はまたこのことを心配して祈祷を頼んだりしていた。何の病というほどのことはなくて、ぶらぶらと病んでいるのである。源氏からも四十見舞いの手紙は来るが、愛する妻の容体の悪さは、自分でこの人を訪ねてくることなどをできなくしているようであった。